おい、ここへ入ってくるな。正式な用事の場合だけだ。そうか、それは悪かった。先へ進んでいいぞ。ポカンと見つめるために来たのか、それとも友人として会いに来たのか。いいか、誰にでも欠点はある。俺の場合は女にモテすぎることだ。スビディという美しい娘と婚約中にちょっとだけ浮気していた。彼女はそれに気づいて兄弟のウルファに伝えた。そして奴はナイフで俺を襲ってきた。だから自分の身を守らねばならなかった。その通り。そして8ヶ月も鉄格子を見つめる羽目になったんだ。信じられるか。リフテンで一番裕福な家に嫁がせてやろうとしたのに、あの小娘め、とんだ恩返しだ。あの不死だらな女の首を取るためなら何だってする。居場所さえ分かればな。そう来なくちゃ。あの女を見つけてくれたら十分な報酬をやろう。若くて胸の大きい、長く豊かな黒髪の娘だ。付き合っていた時は最高に素敵な歌を歌ってくれたものさ。あんなに美しい歌声は聞いたことがない。俺と別れたらその才能も無駄になるわけだ。家族の秘密を明かした罰として懲らしめが必要だと母は考えたのさ。つまり俺は母のために何人も始末してきたんだ。俺に何を期待していたんだろうな。まあいい、服役中でも少なくとも家と同じように快適に過ごせる。当然ながら女にだけは触れられないがな。ブラックブライアといえば一つしか頭に浮かばないはずだ。侮っちゃいけないってことさ。俺たちの力になれば金持ちになれる。逆らえばあの世行きだ。これで十分か。なるほど、当ててみよう。奴は自分の馬が欲しいんだな。さてそれはちょっとした問題だぞ。俺はフロストを完全に所有しているわけじゃない。そう、その通りだ。あのな、フロストはブラックブライア農園の持ち物だ。厳密には全て俺の母メイビンが所有している。馬をロッジから連れ出し、馬屋でレッドラッシュに引き渡す計画だった。見ての通り、計画通りにはいかなくてな。そうは言っても、レッドラッシュを怒らせたくない。こうしたらどうだ。馬を盗んで引き渡せば、お前に報酬の残り半分をやる。なるほど。獄中の男の弱みにつけ込むか。わかった。いいだろう。もっとうまい条件を出してやる。当然ながらこんなところには何もないが、ロッジに隠されたお宝がある。鍵だけは何とか持ち続けているんだ。受け取れ。おや、誰かと思ったら問題解決。俺は何も盗んでないぞ。それに少し投獄されたからって、ただ黙って従うつもりはない。あのクソ女を見つけたら首を絞めてやる。友よ、アズラの知恵と共にあらんことを。待てよ、お前を知ってるぞ。喜んで遊ぶ。私を煩わすからにはよほどの訳があるのでしょうね。さては、シビとルイス・レッドラッシュでしょ。
まあシビは牢の中ですし、レッドラッシュならきっと喜んでやるでしょうね。私がやるとすればもっと上手にことを運びますが。リフテンは問題を抱えてる。本当に面白くなってきましたね。ルイスと私の間に一種の事情があるのは分かりましたね。こうしましょう。しばらくは彼の計画に乗ったふりをするのです。お前たち二人に監視をつけ、頃合いを見て私がルイスと決着をつけます。もう十分だろう、ブルールフ。家に向かった方がいい。この間抜けなトカゲ野郎、一体何が望みなのです。そういえば面倒を見てもらえるとでも。おめでたいですね。こちらで手を下すべき問題ではありません。その種の汚れ仕事を処理する者たちに心当たりがあるのでしょう。その者たちを使えばいいのです。話は終わったはずですよ。蘇れ。何時に新たなる生命を与えん。良い死に方を待って。よ、気づかなかったよ。間近に夢中だったもんで。少なくとも自分ではそう思ってた。正直自分でも何をしてるのかよくわからないんだ。以前は私もそう思ってたさ。祖父がウィザードでね、父は祖父のことをあまり話してくれなかった。でも屋根裏で遺品をいくつか見つけたんだ。この杖もその中にあったものさ。自分もウィザードになるんだと思ったのはそれからさ。というのも、自分のそばにある死骸がしばらくの間生き返ったりしたからなんだ。ウィンターホールド大学の門を叩きもしたよ。けど笑われただけだった。魔法は杖に宿ってるだけで、お前に宿ってるわけじゃないってね。手荒な真似をするな。よければ持っていくといい。その杖だかなんだかに宿っていた魔法は枯れてしまったらしい。今じゃ棒切れだ。その呪文がかかってる間は近寄らないでくれ。良い死に方をさせてくれないなら、さて。そうだ、ただ静かに横になって死ぬ時を待っていてはマラキャスは喜ばないだろう。もう行く時が来た。族長になるには年を取りすぎた。この年で嫁を迎えるのは間違いだろう。だから死ぬんだ。マラキャスは華々しい死の予言を与えてくれた。その時が来るまでここで待つつもりだ。で、この塔、まだ最後の時は来ていない。いかにも自分のことをまともだと言えるうちに死ぬべきだ。我々多くの男はノルドやインペリアルとは違う。彼らは老いて体も弱り、髪の毛が抜け落ちるまで生き続けるがな。過去の栄光にすがりつくなど愚かしいことだ。自分が老いたらどうする。立ち去ってくれないか。せっかくの良い死に方を台無しにされそう。それもよかろう。本気か。どうなるかな。お願いだ、助けてくれ。なんてひどい。
としよう。アイテムだな。弱き者の匂いがする。これは驚いた。逃げてみろよ。背中からうっすり刺してやる。その程度か。勝てると思っているのか。本物のノルドは引かない。金が足りない。一度に大量に盗めれば。またあの薄汚い監獄で過ごす気はない。
自首するくらいだったら死んだ方がマシだ。あいつ何を考えていたんだ。あのバカ、ブーツからエースを抜き出したことに全く気づいてない。運が良かった別にナイフを仕込むか、武器を取り上げられるのはもううんざりだ。早速交換と行こう。ちょっと待ってくれ、短気を起こすんじゃない。そうだ、馬はあげような。そうすれば円満に別れられる。何か用か。